鈴木バンディット、バンディット、バンディットは、鈴木が販売しているオートバイの車種。排気量、製造年次、使用地別に、数種類がある。車名のバンディットとは、山賊や、ブライガンなどを表す語。なおバンディットの正式型版は GS、GSF、GSF であるため、本校では、GSF シリーズとして発売された車両についても、記述する。 バンディット 1250SABS は2007年に発売された。それまでに発売されていた鈴木伝統の揺れエンジンを搭載したバンディット 1200S の外観はそのままに新開発の水冷エンジンを搭載したモデルである。エンジン以外の外観はそのままであるがダウンフレーム系を従来型よりも10%体系化している。この水冷エンジンは 従来の揺れエンジンに比べストロークを 5mm 拡大したもので排気量は従来の 1156cc よりも 98cc アップの 1254cc となる。最大トルクは 107nm となり、これを従来型よりもさらに低回転となる 3500rpm で発生させることとなった。また二次バランサーが搭載され騒音や振動を低減させ、 よりスムーズなエンジンフィールを得ている。エンジン水冷化に伴い、従来のキャブレター方式からインジェクションに変更されている。このインジェクションシステムには SDTV が搭載されており、ライダーのスロットル操作に対して、理想的な吸気速度を補助的に制御し、リニアなスロットルレスポンスとともに、排出ガスの低減に貢献している。トランスミッションは、 エンジン水冷化に合わせて6速となった。全体のギア比は従来型から再設定されているが、高速巡航時のエンジン回転数を低減している。また、このモデルから日本販売のモデルに限っては ABS 搭載が標準となった。ABS 検出部はアクティブセンサーとし、センサーローターはプレート式を採用している。2010年4月には、 バンディット1250回 ABS が発売された。この車両は欧州では GSX-1250FA として販売されているもので、前面に GSX-R シリーズのデザインを流用したフルカウル仕様となっている。なお、この車両も ABS は標準装備となっている。ネイキッド版のバンディット 1250ABS は 発売から短期間で日本のラインナップから外されていたが F と車体構造を共通化し異形ヘッドライト装備させるなど外装を一新し2010年6月から日本でも再び発売された。なお全車種とも日本仕様は2016年にメーカーより生産終了が公表されている GSF1200 は1995年に発売された。 低回転域のトルクの重厚さを売りにした車両であり、4000回転で最大トルクを発揮する強力なエンジンを搭載している。日本国外ではバンディット1200の車名で輸出されていた。国内ではモデルチェンジとして発売された稲ナズマ1200を挟み、2000年に再びモデルチェンジを受けてバンディット1200として発売されるとになった。なおともに型番 S の ハーフカウル仕様もある。また、GSF1200S には、二輪車には、当時珍しかった ABS 搭載車種も存在した。当社には、白バイ仕様、形式は、b c g v 7 5 c 社名もバンディットではなく、GSF1200P も存在しており、ハーフカウル仕様の GSF1200S の、ABS 仕様を、ベースモデルとして、専用カウル、速度取締メーター、 SMP スイッチ、サイレン、パトライトの取り付けやサイドパニアケース、大型エンジンガード、大出力オルタネーター、警察無線用機材などの専用部品の装着が行われている。2004年の千葉県警察を皮切りとして、警視庁を中心に各道府県警においても、旧型の VFR750P の置き換えとして導入が進んでいる。都道府県によっては、 導入数は現在の主力車種である VFR800P に並ぶほどとなっている。なお鈴木は2004年8月6日に国土交通大臣へ対し GSF1200P のリコールの届け出を行っている。リコール内容はスピードセンサーパネル圧入不良。2006年にフルモデルチェンジを行い、全体的に扱いやすさを優先させたデザインとなり、S については 風防のデザインが大幅に変更された。なお9月に揺れエンジンを搭載した最終モデルと公式発表した揺れファイナルエディション GSX1400 も同様の特別使用者をイギリスに導入している。ただし日本には導入されていないを発売している。これは EU のハイガス規制であるユーロ3に揺れエンジンが適合できなくなったためだと言われている。 専用装備として、ABS、金色のホイール、専用エンブレムがおごられている。GSK750 は1995年に発売された。4ストローク揺れ4気筒のエンジンをダブルクレードル構造のフレームに搭載しており、大型自動二輪車クラスのバンティットシリーズにおいて、構造的にスタンダードな車両であったが、教習車仕用なども作られたものの販売面では、 かんばしくなくなかった。バンディット650、GSF650 は2004年に発売された。先代モデル GSF600 バンディットのエンジンをベースに排気量を拡大した揺れ 656cc エンジンを新型フレームに搭載する。ラインナップとしては先代モデル同様にネイキッド仕様の標準モデルとハーフカウル仕様のバンディット 650S。 GSF650S の2タイプとなる。2012年まで製造を販売された。派生車種として GSF650 をベースとして GSX-R と共通するデザインのフルカウルを装備した GSX650 回がある。同車種は2008年モデル及び2009年モデルが発売され、2011年まで販売が継続された。 バンディット600、GSF600 は GSF シリーズをベースとした輸出専用車種である。ネイキッド仕様の標準モデルとハーフカウル仕様のバンディット 600S、GSF600S の2つのモデルがある。1996年から2003年まで製造を販売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。